ビンゴ国府は古代ビンゴ国を統治するために置かれた地方行政府。広島県府中市市街地北部一帯に位置したとされ、跡地の一部はビンゴ国府跡として国の史跡に指定されている。10世紀に書かれた和名類受賞にも国府在足田の軍として記載され、後の足名郡府中町、現在の府中市元町を中心とする市街地北部一帯にあった。 1967年に最初の発掘作業が行われた。1982年により広島県による調査が始まり、1988年からは府中市教育委員会が発掘調査を継続しており、2016年までに辻地区と金竜寺東地区、鳥居地区の市内3カ所で発掘調査が行われたが、住宅密集地区であるために発掘調査は、 進んでいない。国庁があった場所は、府中市元町の砂山地区と考えられている。これらは、8世紀から12世紀末頃までの国府の、成り立ちと衰退を知る上で貴重な遺跡とされる。2019年6月21日、国の文化審議会は、電誉吉田自地区についても国指定の史跡、ビンゴ国府跡に加える、要文部科学大臣に答申し、追加指定された。 辻地区辻地区は、府中市元町を南北に流れる大東川の東側一帯に広がっており、7世紀末、または8世紀初めから10世紀末までの間に、区画工を伴った建築物が東西南北方向にほぼ一致して、規則性に建てられていた。中心となる区画には、礎石瓦武器の建物が発見されている。 隣接する田吉田寺席には五0棟があったとされる。金龍寺東地区金龍寺東地区は辻地区と同じ府中市元町にあり、大市川の西側、三原市団地の丘陵部南側の駆下に位置する。金龍寺の東側なので、金龍寺東地区と呼ばれる。奈良時代には、大型掘立柱建築物が建てられ、平安時代には、 河原武器祖建築物や池がある庭園が作られた。建築物は、軒の出が4メートル以上もある格式の高いもので、周囲より1メートルほど高く盛り土された、石積木段と呼ばれる部分に建築されていた。石積木段の大きさは、東西25メートル、南北18.3メートルもあり、四方には、階段も配置されており、国府関連の宗教施設か教演目的の施設と、 推測されている。西隣には、県史跡に指定されている伝吉田寺跡があり、関連性が注目されている鳥居地区古代山陽道、ビンゴ国府中心武道の分岐点。2017年の古代山陽道発掘調査鳥居地区は、府中市府川町の府中天満屋と府中市文化センターに挟まれた場所に位置している。2016年1月より始まった発掘調査では、 奈良時代から平安時代の古代山陽道跡が見つかっており、古代山陽道のメインルートから600メートル離れた府中国府中心部へ向かうと思われる分岐点も発見された。国府へ通じる分子はほぼ正確に真北に向かって分かれており、道路脇には側溝が掘られ、道路を強固にするための地業と呼ばれる石符がなされ、道幅も6メートルにも及ぶ大規模な道路であった。 二千十七年夏には、鳥居地区西川の府中天満屋内でにある道の駅ビンゴ府中の臨時駐車場でも発掘調査が行われ、鳥居地区から続くと思われる古代山陽道の遺構が発見されている。横井地区の発掘作業二千十七年九月から始まった府中市府中町の旧坪井院跡地での発掘調査では、鳥居地区から続いている古代山陽道の遺構が 発見され、古代山陽道の南側の速攻跡の位置より、古代山陽道の道幅が10メートルであることが確認された。古代山陽道の道幅が確認されたのは、広島県では初とされる。跡地は公園として2018年3月までに公園として整備される予定。府中市府中町の田吉田寺地区では、吉田寺と呼ばれる。 大規模寺院があったと伝えられる。吉田寺は7世紀後半に創建されたと考えられている。府中市教育委員会が平成30年後に実施した発掘調査では7世紀後半の軒丸瓦や8世紀後半の掘立柱建築物跡築地米の痕跡などが確認されている。2019年6月21日に国史跡に追加された。 区画校によって囲まれた大型木造建造物群や園地、倉庫などの跡が発見されている。これらの構造物は古代の役所に多い細長い形状をしており、柵や溝によって整然と東西南北方向に区画され並んでいた。また、貧乏国府河原と呼ばれる文様が施された河原や、国産の緑西遊陶器や海外製磁器などの高級調度品とともに、この地で、 文書行政事務が行われてきたことを示唆する、末期性のすずりや儀式用の土器、役人が使用していた、同性の死因などの異物が出土している。木製のまじない道具である、人型や、国史の役職名である、健介と文字が残る牧書土器が出土している。これらの出土品は12世紀後半まで続いているが、13世紀になると急速に減っており、 ビンゴ国府が衰退したことを表している。国府では行政、税務、司法、警察、軍事といった公務全般が取り行われていた。これらの執務内容は奈良の中央政府に報告されており、平城系後から発掘された奈良時代初期の木簡には、ビンゴ国足田の軍、足田の里、日高新納宮春税ごとと書かれた木簡が発見されており、 足田の里が天皇の不幸であったことが示唆されている。発掘された遺構は2016年までにすべて埋め戻されている。辻遺跡には案内看板が設置されているが、発掘跡は荒地となっている。復元建築物や見学できる遺構はない。もともと荒地だった鳥居地区では、埋め戻された遺構の輪郭を模した配置で公園が作られることになり、 平成28年度に、始まりの広場として1350平米を1億2000万円をかけて整備が行われた。発掘された古代山陽道の遺構は、マサ戸で表現され、側溝部分は敷石で表現された。始まりの広場には、往年の様子を想定したイラスト看板も設置された。資料が展示されている、府中市歴史民俗博物館発掘された資料は、 府中市歴史民族博物館などで常設展示されるほか、市内公共施設で展示会も随時開催されている。発掘作業が進捗している市内辻地区14000平方メートルと金龍寺東地区5400平方メートルは2016年10月3日付で国の史跡に指定された。今後、砂山地区と鳥居地区についても追加申請の予定。 ありがとうございます。